海の家会の家会の家とは、海沿いに建てられた施設や店舗を指す。企業従業員、観光庁職員、学校法人の生徒、市民に対する保養のための構成施設。海水浴場で、海水浴客の便宜を有料で提供する小屋。本校では、に、について解説する。営業形態は主に、海水浴シーズンとともに仮設小屋を建て営業し、 一定期間後に撤去する、携帯シーズン問わず常設の携帯の二つがある。校舎では、夏に年間収益の多くを得る一方で、他の季節も、曜日や時間帯を限定して、レストラン、食堂として営業したり、様々なイベントに貸し出したり、そのイベントに伴う、食事の提供を行ったりする場合がある。イベントとしては、例えば、子供向け地引きもを体験。 小規模のジャズロックなどのコンサート、ポニーなど動物と触れ合うイベント等々、地域にもより様々に活用されている。ただし、陶器は基本的に休業をする。更衣室、休憩場所、シャワーなど海水浴に必要な便宜を図るとともに、軽食などの提供を行う。一般に更衣室、休憩場所、シャワーなどを利用する場合、 施設利用料として一人当たり1日500円2000円程度を徴収する。飲食のみの利用が可能な店舗も多い。営業期間が短いため専業化は困難で、地元の民宿や飲食店が兼業することが多い。なお、海の家を浜茶屋と呼称する地域もある。例えば、山形県、新潟県、北陸三県、京都府、兵庫県など、日本海沿岸地域。 および、三重県が該当する。いずれも、県名、不名と、浜茶屋で検索することで、各、浜茶屋情報が見られる。また初夏には検索結果で、浜茶屋の準備が始まる、新聞記事が見られる。海水浴場ごとに、海外組合や、海の家組合、海水浴場営業組合といった、任意組合が設立されており、組合員の希望を調整し、 出店場所の運営、権利金の管理を行う形態が取られている。一般的に新規参入を希望する業者は、脱退する業者が現れるのを待つか、著しく、人影が少ない海水浴場の隅での営業を強いられるなど不利益を受けがちである。また、2014年では、国有地の海岸の占有は、海岸法による市町村の許可が必要であるが、 市町村によっては条例または指針で新規の占有許可は出さず経過措置として従来占有が認められてきた業者のみに許可を出すとしている場合がありこれによりこれらの任意組合に加入しなければ海の家を営業することができない場合がある兵庫県のスマ海岸ではスマ海の家共同組合神奈川県逗子市では 津市海岸営業協同組合という共同組合が営業権の管理をしており、権利売買も行われている。スマ海岸は2020年以降、神戸市が管理しており、故障も海の家から休憩施設へと変更された。一般客が立ち入ることのできる海岸の多くは国有地または公有地である。そのため、海岸を占有して海の家を営業するには、 海岸法に基づいて管理権限を持つ都道府県知事から許可を得る必要がある。しかし、このような許可を得ずに営業をしている海の家もあり、また一方で管理として占有が都道府県から黙認されていたこともあって、その占有の法的根拠について紛争となっているところが各地で発生している。2006年9月5日には、 千葉県九十九里町の九十九里浜片海海岸で退居勧告に応じず不法占有している海の家2軒を行政大執行をもって建物を強制撤去した例がある。神奈川県は受動喫煙、熱傷や吸い殻の投げ捨てによるゴミ問題から海水浴場において喫煙場所以外における喫煙を神奈川県海水浴場等に関する条例で禁止しており、 鎌倉市の由比ヶ浜海岸では日本タバコ産業が協賛し、出演可能で20歳以下入店不可能な海の家が営業されている。ありがとうございます。